エルベ川の岸辺、ハインリヒティオドールベでは、ドイツの風景画家、版画家である。現在のザクセン州のッカに生まれた。父親は牧師で、母親は役人の娘だった。家族と1782年に5キロメートルほど離れたクレバに移り、オーバーラウジッツ地方の自然の中で育った。 オーバー・ラウジッツ地方の風景は初期のベーラーの絵のテーマになった。1790年頃からゲルリッツの絵画学校と高校で風景画家のクリストフ・ナーテに学んだ後、1793年からドレスデンの美術学校でジョバンニ・バティスタ・カサノバに歴史画を学び、ヨハン・クリスティアン・クレンゲルに風景画を学び、版画をアドリアン・ツイングに学んだ。美術アカデミーでも 風景画家としての技量を認められ、1799年にデッサウの美術出版協会で版画の下絵を描く、仕事に雇われた。乗馬が好きで絵を売った金は乗馬のための馬を借りる費用に費やしていた。1801年にロシア皇帝アレクサンドル一世に招かれてロシアを訪れ、フランス革命を逃れてロシア科学アカデミーの総裁になっていた。 考古学者のショアズールグーフィーを訪ねた。無神風資金が率いる1802年からのアジア探検に画家として参加することを依頼された。2月にジョージア、コーカサスに到着し、探検隊はペルシャへ探検を続けたが、ベーレは健康を害し、探検隊を離れ、ドイツに戻ることを選択したが、1805年の1月1日、ザクセンのバウチェンで26歳で亡くなった。 ありがとうございます。